グレゴリー・アンソニー・ハルマンは、オランダ北ホラント州ハールレム出身のプロ野球選手。2005年、アマチュア FA でシアトル・マリナーズと契約。2007年からマイナーリーグで3年連続で20本塁打を放っている、長打力が持ち味だが、打撃はまだ荒さが目立っていた。2009年は、開幕前の3月に開催された第2回。 WBC のオランダ代表に選出されている。シーズンでは、マリナーズ参加 2A で25本塁打を放つも打率、210 19、191三振とかなり大味な成績を残している。また、2007年、2008年も140以上の三振を喫している。2010年9月23日、トロントブルージェイズ戦でメジャーデビューを果たした。 2011年11月21日、オランダのロッテルダムで視殺された。ロッテルダム警察は殺人の容疑で弟のジェイソン・ハルマンを逮捕した。グレッグはシーズンオフの間に故郷のオランダに戻り、ジェイソンと同じアパートの別々の部屋で暮らしていた。事件当夜、グレッグと彼のガールフレンドは、ジェイソンが彼の部屋で静かになるのを待って眠りについたものの、 その後外出していたジェイソンが午前4時頃に戻って、来たため、一度起きた。その後に再びグレッグたちが眠ろうとしたところ、ジェイソンが部屋で聴いていた音楽の音量を上げたため、兄弟の間で口論になった。そして、激行したジェイソンがナイフを持って、グレッグの部屋に押し入り、彼を刺したという。精神科運転の結果、ジェイソンが事件当時に、 マリファナの使用が原因でうつ病を患っており、心身喪失の状態にあったと認められた。2012年8月30日にアムステルダムの裁判所は法律上の責任能力を問うことができないとしてジェイソンに対し無罪評決を下した。ありがとうございます。